今夜の9時52分遅番から帰ってきました。カドちゃん呼んだら来てくれました。ありがとうカドちゃん、遅くなってごめんね。うん、お返事ありがとう。遅番頑張ったよ。なんか絆を感じますね。カドちゃんお腹空いてたんだよね。今日はねお水も持ってきたからな。うん、よいしょ、はあ、疲れた。明日の日曜一の準備、まあそりゃ先輩がやってくれたんですけど、昨日の明日の日替わりの準備3本エンド作って疲れました。うん、よし、じゃあまずお水から入れてあげるね。よし、じゃあ待っててね。うん、かわいい、カドちゃん。待ってて。